まあ、今年はですね、はい、もちろんね、うん、もうすぐワンマンライブがございますけど、はい、はい、あとマイク使いなさいねびっくりして、はいってすごい見てたけどワンマンライブがね、14周年のワンマンライブ待ってますけれども、はい、その他ですね、はい、まあ、4月からは定期的に月に1回ですけれども、はい、東京でねライブもそうできます。こちらもね、アコースティックライブでそうなんですやれたらいいなと思って、はいはい、計画中ですね、はいはい、ので、ね、ぜひね、バンドライブなどが増えてくる、マットも ね、去年より増えてくると、そうです、ね、はい、思います、はい、ですのでね、はい、皆さんいろんなとこお楽しみに、はい、ね、なんかね、今日のね、ツイッターをね、見たらですね、はい、このレストランライブでね、その14周年のワンマンライブのなんかマル秘最新情報をお届けしますって勝手に書いてあったの。あ、そうなの？そう、あれ、ね、私たちのツイッターですか？私たちのツイッター。あ、そうなんですか？そうあれね、社長が勝手に更新しちゃったのよね、本当にね、ここだから言いますけどね、私たちのオレンジ4人のね、うん、まあ、アカウントですよ、そうそうそう、ね、オレンジだからね、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 うん、まあ、社長がチェックするのは仕方ないかなと思いますけどもね、うん、社長はね、勝手にあることないこと書くんですよ、ね、あれ見て、なんだマル秘最新情報でとかだよ、そうなの、ね、何か一言こっちに報告してくれればいいじゃないですか、でもさ、ね、それ見てさ、それ楽しみに来た人いると思ったらなんかかわいそうじゃんね、だからなんかないかなと思うんですけど、一人一人の名前が書いてないと怪しいと思っちゃう多分気かかってる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、1月にライブがね、俺ってちょっと減ってきますというね、お知らせがちょっと書かれちゃったんですよ、ね、あれちなみに社長が勝手に書いてたんで、そう、私たち何も知らない状態でライブ少なくなるんだみたいな、それなっちゃったのよ、でしかもね、ライブ少なくなる一番の原因は社長ですよ、ね、これいないから言っちゃうけどさ、本当に最近ちょっと言い出してますね本当に自分がね、足怪我して自分の動きが鈍るからオレンジのライブも少なくなるよって書いたらしいです、うん、ね、でもね、実際のところは別に少なくなってもないですからね、動けるところは自分たちで動いていきますね、一部ではね、オレンジ解散の危機じゃないかなってね、すごい感じでこと言われてしまいましたよ、ね、うん、本当にね、社長はね、良かれと思ってなんかいろいろ書いてるらしいんですけども、もろもろのね、誤解を思うような行為は慎んでいただきたいなところね先日ね、はっきり言いまして、とりあえずいつかちょっと言いたかったな、皆さんに言いたかったなって思ってますね、だからあんまり惑わされないようにしてくださいね、それだけなんです、でオレオレ詐欺みたいなね、一人一人の名前が書いてるやつはね、個人が書いてますからね、責任持って書いて、責任持って書いてますね、その他のものに関してはね、あ、社長なんだなと思っていただいてね私たちがね、認知してないところが多々ありますので、そう、でもほらほら、今日ね、そういう風にマル秘情報をね、切り替えるかなと思って、マル秘情報ね、認識するかもしれませんから、ね、このね、14周年のワンマンライブにね、この流れを作るにあたってですね、まあ、いろいろオレンジも新曲を発表しようじゃないかと、おお、ね、話が出たんですよ、やっぱりね、こうオリジナル曲をね、はい、発表していくっていうのはね、そうですね、でもですね、よく考えてください、はい、オレンジカウントダウンね、の日にですね、はい、3曲も新曲を発表したんです、そうなのよ、覚えてますか来ていただいた方々は覚えてますか、その日のね、うん、2回しかまだ歌ってないわけですよ、そう3曲、そう3曲、ね、3曲も下ろして、うん、ね、まだ新曲ですらあんま覚えてないんですよ、ね、3曲はね、まずいよそれはでもなかなか本当歌う機会ないと忘れちゃうからね、まずバンドがいないと歌えないですから、そうそうそう、新曲に関してはね、ね、社長はどうしてもね、新曲やりたいやりたいって言ってね、もうどうしてもやりたいんだってことをね、言ってね、こんな曲はどうだってね、そう、こんな曲はどうだってね、言ってね、上がってきた曲がね、3つぐらいあったんです、で、1つがお天の歌、そしてもう一つがラーメンの歌そして三つ目が焼きそばの歌、どれがいいって言われまして全部却下させていただきますはい、すべて却下の方で、ね、どれも歌いとかありませんだって、だっていいですか、14周年ライブですよ、これからのオレンジが、ね、これからの1年のオレンジが決まるよっていうね、日々ですね、そんな食べ物の歌ばっかりでどうするんですか一応去年が本当にもう心をね、優しくして焼き鳥屋さんでね、そうそう、皆さんね、うれしいね、喜んで、ちょうど鳥の巣ってこともありましたよ、そうそうそう、でね、レ
それでちょっと味を占めてるんですよ。そう、私が食べ物の歌を受けると思ってんですかね。ちなみにおでんが今のね、何うちの社長曰くね、おでんの歌旬なんだけどなって言うんですけどね、旬はあなただけですよ。だってね、これからまたあったかくなってくるのにいつおでん食べるのって思っちゃうでしょ。静岡のね、おでんは結構夏でも食べるんですね。言いたい放題ですね、もう。でも今だってコンビニからおでん出たの少なくなってもね、なんでしょ。ね、まあ、わかります。静岡は夏でもプールサイドでおでん食べたりするんですよ。いつでも旬なんです、うん、結構静岡おでんって暑くても寒くても食べるものです。もう駄菓子感覚のものなんですけれども、うん、でも世の中みんなそういう方じゃないじゃないですか、ね、これから春に向かっていくのにおでんが旬ってどういうことなんだと言ってね、ちょっと叱っておきました。はい、まあね、でもね、どうしても聞きたかったらお客様の方のね、そう、またまたね、この間、今回14周年ライブはまた何が出るか分かりませんけれども、そうですね、そのまたね、その夏のライブですとか、そう、また夏のライブもね、結構計画してますから、そういうところでパブライブで聴けるかもしれません、ね、そういうところではね、まあ、しょうがないからおでんの歌か焼きそばの歌かなんか歌うよっつってね、もしかしたら東京でもね、これから、そうですね、生で入ってきますから、アコースティックでラーメンの歌やばいよね。でもほら、どこでどういう曲が出るか分かんないですからね。そういう歌が出るか分かりませんので、はい、ね、まあ、ぜひ今年もいろんなところにワンマンライブ3月11日の、はい、ワンマンライブ以降もいろんなライブぜひ遊びに来てください。はい、はい、それでは今日おしゃべったの今日ね、喋りましたね今日は。はい、はい、今日のおしまいのナンバーはこちらの曲でございます。はい、はい、オレンジ4枚目のアルバムからですね、今年も皆様の人生に大きな花が咲きますようにということで、こちらの歌です。咲いた咲いた生きていると辛いことや悲しいこともありますか。いつかはきっと花が咲く。咲いた咲いた
きましたありがとうございました。さあ来週も、はい、このスペードボックス、はい、7日の水曜日に、はい、またレストランライブということでオレンジやってきます、はい、その後もねスケジュールございますので、細かいところはねホームページブログツイッターフェイスブックなどチェックしてみてください。もう何より3月の11日のワンマンライブでございます、こちらですね、はい、ぜひお友達も誘って、うん、たくさんで遊びに来てください。お祝いに駆けつけに来てください。